人物があるけど、おばあちゃんを自分のペットに刺したいから選んでる式場やから、でも挙式の時って椅子から出られないじゃないですか、3人一つで、そういうそこだけ困るのやつか。
楽しんでいただいておりますでしょうか。七夕コンサートファーストステージ続いてが最後の曲、最後にお送りするのは天馬の位置です。天馬の子守歌とも呼ばれています。タイトルの通りですね、この天馬界隈から僕は四国中国地方にまで歌い継がれていたということで、ちょうどこの川の向こう天馬橋を北に渡った東側にあって南天馬通りには天馬の子守歌を終わりました。どうぞ隣にございます。天馬の敷地なんで昨年からその歌をお届けしています。それでは田中さんコンサートファーストステージラスト6時になります。お願いします。